ソフィア空港はブルガリアの首都ソフィア東部にある主要空港である。一般にブラジデブな空港としても知られる。空港コードは SOF-LBS 界。空港は2002年に破産したバルカンブルガリア航空の後継であるブルガリア航空とヘムス航空のハブ空港である。1930年代に当時まだ比較的小規模だった首都郊外に建設された。 ソフィア空港は今日ではすでに航空交通量を適切に処理できていない。その上、困ったことに拡大を続ける都市の工業地区と住宅地のただ中に位置している。ソフィア市外から7 0トルほど離れた場所に建設する計画も含めて様々な計画を数年に渡って検討した結果、現存する空港を拡張することで合意に至った。再建計画によれば、 新設されるソフィア空港の空港ターミナルビルは現在のターミナルの東側に建設され、また2番目の滑走路が既存の滑走路と並行してに建設されることになっている。滑走路の東側は南北に流れるイスカル川を挟んで農地となっている。既存の滑走路も新設される。滑走路同様、川に橋をかけて約1.4倍に延長する計画だ。 計画の総経費は2億ユーロと見積もられている。1997年から98年の間に、以下の銀行、基金から資金の融資を受けている。欧州投資銀行、アラブ経済開発クウェート基金、そしてヨーロッパ連合による、ポーランド・ハンガリー経済復興援助プログラムである。2000年8月に、ヨーロッパ連合の投資機関の一つである運輸。 環境政策分野における投資援助は、この計画に5000万ユーロの資金を割り当てることを決定。同年12月に投資規約が署名された。建設作業は2区画に分かれる。一方は、新しいターミナルとそれを囲む、インフラ設備の建設、もう一方は、新しい滑走路の建設である。前者は、オーストリアの建築会社ストラバグ社のドイツ支社に割り当てられ、 後者は、クウェートの企業であるモハメド・アブドゥルモフセン・アフ・カラフィ、アンド・サンズ建設会社と、アラブ首長国連邦を拠点とするアドマック・ゼネラル、受け負い会社の合弁企業が勝ち取った。新ターミナルは、当初、1億1220万ユーロの総予算で2004年12月15日に、完成を迎えるはずであった。しかし、建設工事が始まった直後、 オランダ空港コンサルタント社が実施した実質学調査にストラバグ社が異議を唱え、また計画になかった工事に対して追加資金を要求し始めたために工事が滞ったのである。遅れは10ヶ月に達した。ブルガリア政府がストラバグ社への支払いに480万ユーロを上乗せして修正することで合意し、工事は再開された。 完成予定日は2005年8月31日まで繰り延べとなった。ストラバグ社は2004年に鉱材の価格が上昇したため600万ユーロの予算の追加を要求した。ブルガリア政府運輸大臣はオランダ空港コンサルタント社の調査データからストラバグ社の要求を拒否した。2005年5月には建設会社が国際的な仲裁機関に訴訟を申し立てるとして 政府に圧力をかけている。2005年8月に入って、ストラバグ社が延長後の8月31日という、完成予定日を守ることができないこと、さらなる遅延は6から8週間内と見積もられたことが明らかにされた。その後、同年11月になって同社はさらに完成期限の8ヶ月間の延期を求めた。2006年2月、 およそ500平方メートルに及ぶ釣り天井が落下し、建設作業の質について多くの疑問を残すこととなった。怪我人などの報告がなかったにもかかわらず、地方メディアは、建設価格と建設期間についての議論に加えて、旅行者の安全についても論じた。出発ロビー内にある新しい空港の模型ソフィア空港が主に扱う航空会社の一覧。 ソフィア地下鉄の駅が開設されており、地下鉄で市内中心部まで行くことができる。以下は翻訳元である英語版の出展情報である。ありがとうございます。